コナンの映画ほどおもろいもんはないで。三毛猫のメンバープランマジで笑ったじゃない。ちょっと見るわ。三毛猫って個人チャンネルやってるんやな、今配信で。82万人すごいやん。でも全然配信してないやん。猫と子猫の会、これ490円別に普通じゃね。490円しかなかったけど、てっきりなんか1万2000円でエグいプラン用意してんのかなと思ったけど、ツイッターで見たけど1万のやつがある。それルシアの頃じゃないの？違う、今見たけどなかったで。新しい V のやつが1万くらい、まあ別に出すのはいいと思うで。うん、それに価値があると思う人がやっぱ入るわけやし、月額1万円以上の人限定の配信とかやるんやったら全然価値はあるやろからな。価値を決めるのはその人自身やからさ。それはもうルイ・ヴィトンとかシャネルになんでこんな価値があるんやって疑問に思ってる人もいるやろからね、世の中には。ここのチャンネル以外のメンバー特典はしょぼくて、まあ、みんなはそもそも本気でやってないでしょ、サブスクを。うん、僕はそこがやっぱ狙い目やなと思って頑張ったんよ。だからなんか知らんけど登録者とかも少ないし、再生数もまあ人並みよりちょい上ぐらいやけどさ、登録者に応じた比率で考えたら、まあ意外とマネタイズできてるって話ですな。黙って見てればここの配信が他の配信のメンバーシップバカにできるようなところじゃないと思います。まずバッチがうんちの時点でダサすぎますやって。俺今誰かのメンバーシップディスったか？三毛猫のやつがやばいって言われて調べて普通やんって言っただけやん。え、何、もしかして他の人はメンバーシップを頑張ってないよねっていうのを他の人のメンバーシップ制度をディスってるってことになるの？意味わからんくない？だって別に、いや僕は楽してマネタイズしたいから、要はだから人が頑張ってないとこで頑張ったら結果出るよねって話をしただけであって、別に頑張らんでいい人もいるやん。わざわざ月額490円のプランを用意してそこに特典を用意しなくてもマネタイズできてる人はいっぱいいるやん。まあもちろん損してる人はいっぱいいると思うよ。うん、やっぱその収入源の分散化って意味では損してる人はいっぱいいると思うけど、決めてる方来たって。僕はうんこ好きですけどねって。それに価値を感じる人が課金するんであって、本物の方って。他人が触れてないことに触れたらディスったことになるって。そんなん自由やからな。うん、別に誰かを名指してさ、いやこいつはなとかさ、こいつ全然動画の再生数も伸びてないしメンバーシップとかもっと頑張れよみたいな名指ししてるやったらまだわかるぞ。アイコン持ち猫なんだよな、カスって。持ち丸日記ですか？持ち丸日記はすごいよ。猫一匹であんだけ稼いでんねんから、飼い主は笑いが止まらんやろね。うんちはいいぞって。あれ、ちゃんマットさんメンバー外れてなかったっけ？僕は記憶力がいいよ。これはもうプレメンやな。うんちはいいよとか言ってうんちつけてない人、もうプレメンの系やろそれ。でもあなたのリスナーはコメントでバカにしましたよね。それについてはどうなんですか？ここでは常日頃そういう他の配信をバカにしてるから、ここで多いなお前、読みにくいやろが。ここで常日頃そういう他の配信をバカにしてるから、ここではそういうコメントをしていいと思っているのではって。でもそれ言い出したらさ、もう2チャンネルとかが存在しなくなっちゃうやん。わざわざ他の人のところにって言う方が迷惑やろ、どう考えても。それ他の人のところに直接言いに行く方が迷惑やん。だから2チャンネルとかがあるわけでしょ、アンチスレとかさ。うん、だからアンチスレとかでまだぐじ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 その一個人の悪口を言ってる分には僕いいと思ってるやん。だってそれ隔離されてるやん、だって実際。そうじゃなくて直接配信者に向かって文句言いに行ってる方がよっぽど悪質でしょ。でそれをなんで僕に問うの？勝手に視聴者が言ったことやん。僕のせいにしないでください。じゃあたまたまあなたの好きな配信でですよ、たまたま一人がそうやってボロって悪口言ったらその配信者が悪くなるのか？違うやろか、どう考えても。バカかお前。わい、うんちバッチつけてパスタスタンプ使いたいからメンバー登録したんやけど、なんかまあ真っ当な理由やな。うんち大好きなのでメンバーになりましたっていいね。その小学生的な発言いいよ。人の価値はそれぞれやからな。うんち大好きな人だっているんですよ、いっぱい。今日も平和になりよって平和やな。持ち丸信者は意味が分からんけど、言ってることが。こいつの理屈が通るんやったらさ、ヒカキンの配信でヒカキンの悪口書いたらヒカキンが悪いことになんねんで。意味分からんやろマジで。皆さんうんち好きなんですかって、うんち好きやで、みんなバクバク食うてるよ毎日。初めて生放送見てるんですけどコメント欄も面白いって。そうやねん、これ面白いと思うか面白いと思わないかやっぱ人それぞれなんですよ。なんだこの配信気持ち悪いなみたいな思う人っているんですよ実際。バイオ好きで見に来たのになんだこの配信はみたいな思う人っているよ。多分俺がメンバーシップしょぼいって言うてることにキレてるんやけど、個人的にってこと忘れんといてなんて、そんなん全部わざわざ個人的にって言わなあかんの？この配信で一視聴者が断定したことがこの配信の総意になるんですか？持ち丸アイコン文章を見づらいから国語やり直してこい。わーん、福田和子の父家さん赤スパされてます。赤スパ福田やめとけって。うんこパクパク柳さんやてます。結局みんな人間が争い合うのを見るのが好き。いやどうやろう、人が落ちていく様を見るのが好きな人が多いと思うけどな、傾向的に。ガーシーとかが人気出てんのはそういうことでしょ。
うんち大好き、出すたびにオーガズム感じてますって。素晴らしいな。最近見ないと思ったら急に上がります。いや、この間おったけどな。いや、多分あのオッパブロエスコバルとかあれやん、なんやっけ、同一人物やから。犯罪者シリーズ、人の不幸は蜜の味。まあそれは人間の本質やからな。そこで達観視して、そういう人はなんか心の余裕がなくてみたいな言ってるけど、事実でしょ。この配信何でもありなコメラン好きだから、メンバードルグ。まあだからそういう配信あんまないもんな、実際な。持ち丸消えたやんかって、みんないじめすぎやぞ。メガシャキ警察のようにいきなりフルスロットルでいじめるんじゃなくて、まずはちょっと助走ぐらいから行こうよ。コメント欄いつもこんなんですかって。まあ変なのが湧いたら、カズコの画像濃いのがずっと上に残ってんの笑うって。でもここにいる人がさ、他の配信でわざわざなんか荒らしまくってとか聞かんやん。やっぱ聞いてないから僕のとこに苦情が来てるはずやから、ないんですよ。赤スパだか長時間残るとかも1時間以上残るよ。でもあなたがそういうコメントを拾うってことは、あなたも同類ですよねって。拾わないようにしないといけないんすか。それ誰が決めたルールなんすか。たまたま流れてきたコメントを拾ったらそれで悪くなるんすか。僕も別にそのコメントだけを優先的に拾ってるなんて僕思ってないんですけど、どういうこと。他の配信じゃ名前出すのもダメって言われる。なんかさ、配信のルールみたいなの書いてるやつおるよな。あれは寒いと思うね、正直。あんないらんやろ別に、配信のルールとか。ルールは個人で考えろ、自分で。もちもち黙れとか言われてるで。たまたまじゃコメント拾ったらそれで悪くなるの、僕が。どういうことなん、もうめちゃくちゃやん。文句があるなら見なきゃいいやんって。もうそれもほんま元も子もない話やから。持ち丸は自称正義マン気取り的なことをしたんやな。発想が気持ち悪いって。ひろゆきっつ増えたって。ひろゆきっつなんこれ。うんち大好き、拡充さん、ありがとうございます。買ったような気でいそうって言ってることめちゃくちゃやで。これ全部の配信者がコメントあると思うなよって。かわいそうなこと言うなって。そういう来場者1コメント0みたいな、そういうかわいそうなこと言うなって。ルールがあるとはな、怖い怖いって。まあ、この人なりのルールなのね。それは知らんよ、そんな。そのルールが適用されてないと思うんやったら見らんかったらいいんじゃないですかね。元も子もない話ですけどね、それは。でもガヒジコメントは本当にいるんですねって。最近釣りが多いですよね。人間なんてうんち製造機だぞ、うんちに喜び感じちゃうなって。ルールも何も関係ない人をバカにすることはダメだと思うんですけどって。は？だからそのコメントを拾ったらなんで同罪になるのか教えてよ、早く。視聴者が書いたコメントを拾ってなんで同罪になるの。なんでそれイコールバカにしたことになるの。その理論を早く証明してくれよ、正しいって。どういうことなんっていうこと。はよ質問に答えろ。ゴールデンウィークだなーって。ゴールデンウィークのさ、貴重な休みにさ、深夜の2時47分にこんなコメントしてていいんか、ほんま。楽しいんかそれで。持ち丸からブリブリに解明しとけとか。持ち丸変なのにアイコンされて。そうやで。それこそさ、お前持ち丸に迷惑かかってると思わんのか。もちもちと、もちもちとか言って持ち丸のアイコン使ってよ、わけわからんコメント打ってさ。他のとこでなんか迷惑が出てるんやったらまだわかるけど、この配信内だけで完結してるんであれば、あなたが見なきゃいいんじゃないですかね。えあなたはそれでわけわからんコメントしてみんなの反感買って、持ち丸日記に迷惑がかからないと思ってんすか。めちゃくちゃっすね。そうやって自分は呼んだだけでそうは思わんけどねって逃げてると思うんですけど、それはどうなんですかって。逃げてるも何もさ、呼んだらだからなんでそれが同罪なのかっていうのを証明しろよ。逃げてるって何やねん、それお前の感想やろ。ただのわけわからんコメントが来たら全部拾わんようにせなあかんの。それがあなたのルールでしょ、勝手な。配信の民度を保つために嵐コメントはスルーしましょうみたいに言ってる人もいるじゃないですか。別にそれはいいと思うんですよ。スルーすればいいと思うんやけど、それをたまたま拾っただけで、じゃあなんで同罪になるの。もうわからんですなって。バグってるねこの人。もちもち古川さん、まずは頭の整理から始めましょう。アタッシュ整理収納アドバイザー岩木理恵。文章ちゃんと書け言うてるやろボケって。お前のコメント読んだらそれに同意したことなのかって。そうやぞ、拾ったぞ今。まずここで物申す前に文章を何とかしてください。ボコボコのボコで笑った。だってお言ってることおかしいやん、どう考えても。誰が聞いてもおかしいやんこれ。こいつはさ、遊戯王カードで例えたただのワイトなはずやのに、なぜか自分に特殊効果があると思い込んでんのよ。私の特殊効果でコメントを拾ったらその人も悪くなるっていきなり言ってんのよ。昔メガシャキ警察がデュエルでやってきた俺の特殊効果で特別に3枚ドローとか一緒やん、それ言ってんのと。薬決めて頭ん中もちもちになったんかって。今もちまるくんは関係ないですよね。もちまるくん、なんでは関係ないところをバカにするんですか。だからそういうコメントをして反感を買ってもちまる日記に迷惑がかかるってことあなたは考えないんですかって言ってるんですよ。あなたがやってきたんでしょ、もともともちまるのアイコンでもちもちふるかいとかの名前であなたがやってきたんじゃないですか。何を言うてはんの。あなたが全部招いたことやん。あなたが持ち丸日記関係ないんですよねって言うんだったら持ち丸日記のアイコン使うなよ。もちもち古川とか明らか持ち丸日記を意識した名前にすんなや。
お前が原因やろうがどう考えても頭湧いてて草おかしいやろ言ってることだから会話がマジに成り立たんのだが返事が多すぎてイライラする頭いかれてるやろとかもう言われ探してるぞちょっと自分が間違ってるかもってことにさもうちょっとあのみんなの意見傾けた方がいいよ耳をカタバルトタートルでもちもち古川を射出ってもちもち古川を射出して城之内の顎とどっちが強いか勝負しようお薬多めに出しておきますねって余計にバグるからやめてくださいそもそもサムネを何にしようが人の勝手ですよって人の勝手やでもちろんそのサムネが何であれ言うのもどうかと思いますがだからそういうことをしてもちまる日記の視聴者がそういうことをしてましたっていう風に例えば広まったとしてもちまる日記に迷惑でしょそういうことあなたは考えないんですかって言ってるんですよ話題に出されて当然でしょそれはあなたがそういうアイコンにしてんからもちまる好きなのにそうもちまる好きな人に迷惑かかってるやろそもそもアイコンとして使う許可取ってるんかちなみには岩取ってるでってまあそこはもうどうでもいいけどさまあマジでするとそれもなおかしいよな確かになでも今もちまるくんは関係ないでしょって僕は言ってるんですけどってまたループやわルーパーやなこいつもうダメだおしまいだ典型的な同じこと言ってループするやつって最初ドロンテン連れてねってまあ一貫して人をバカにしてることに対して怒ってるわなこいつはでもちまるがとかみんなが言い出したからもちまる日記がバカにされてると思ってガチギレしてる多分、うん、もうね入ってきてないなもうもちまる日記をバカにされたら多分一番こいつは多分ブチギレるんやわもちまる見てるのこんなのばっかかとか言われるねんってなあまあそれは曲解やけど言われんねんってお前そうやってだからそれ迷惑かけてんねんってお前が帰れよ吉川猫かどうかも怪しいブサイクな生き物を猫かどうかもえアイコンにして変な発言して気持ち悪いねんお前もお前の親族全員気持ち悪いダウン症みたいな顔しそうだからせめてアイコンは綺麗なものにしとけよな正義気取りの押し付け野郎がってめちゃくちゃ怒ったんでダウン症とか言われてんでこの人が一番悪いやろお前の親族全員ダウン症とか言ってるでああまた呼んでしまったわもちまるくんのもちまるくんじゃあもちもち古川くんのルールやったらこれ僕もあれやな親族全員ダウン症って言ったことになるわやっちゃったわたまたま長文が来たから読んだけどアイコンはこのように存在しない人物を使いましょうああリッキーリッキープラズマペットボトルリッキー坂下絶対売れてないなこの芸人もうやんかれ古川早とつてやってもちまる見てたのにまさかアイコンにするほどのファンがこんなに自分ルールを他配信に押し付けるやつだなんて怒られてるでもちまるのファンにそもそも人の勝手ならもしここで他の配信者の悪口言ってても人の勝手で腐ってそうやなそこにわざわざ突してきてあなたおかしいですよって言うの一緒やからそれそんな言われてもって話やんわざわざさコムドットが嫌いな奴らの集まりにさコムドットの悪口言うなとか言っててもさ100ゼロでお前誰なんてなるやんコムドットのアンチスレにさコムドットの信者がコムドットのアンチしてることに対してブチギレてもさ誰も変わらんやんそこ諭しても意味ないやんそれ逆もしかりやでコムドット好きな奴が集まってるところにコムドット嫌いな奴が一人突ってってもさ袋叩きにされるだけやろバカにしてない言うてますけど今声に出してバカにするような文を読んでますよねってそれはたまたま流れてきて読んだらなんか途中で顔面全員ダウン症とかいう言葉が出てきただけや止まらんかっただけやそれは文章読んでるからなんやねんってだからそれ何が悪いのって聞いてるやん僕が言ったわけじゃないやろお前の家族全員ダウン症とか僕言うたか言ってないやろどんだけやっても揺るがんぞってどんだけやってもなもちもち古川を支持する声は出てこんよ僕どうしたらいいねんじゃあもちまるの勢いが衰えてるって勢いなんて最初からねえわタイピング速度上げろって俺どんなコメントでも読んでるからなただあるコメントそうやで別に、まあ、メンバーのコメント優遇してよみたいなと思ってるけどパッて流れてきたコメント適当に読んでるだけやけどなちゃんマットさんプレミアムメンバーありがとうございますナイスメンブーッ煽りが効いたようだなバーベキューしてるところにビーガンがやってきてやめろって言ったって聞くかってよほんま自分の意見の押し付けでしかないからな僕はお前に押し付けてないやんお前は見ないっていう手段を取れるんやからさ古川くんにマインドクラッシュした記憶はないんだけどな何これ単独で違う意見のところに怒鳴り込んだりするから信者って呼ばれるのではそうやで信者っていう言葉をディスの意味で捉えられるのはそういうことしてるからやで配信者が反応するなとか言ってんのにわざわざアンチに反応したりとかなそういうの頭のおかしい信者って言われるんや見るも見ないも人の勝手ではって人の勝手やんじゃあ別に誰かの悪口言ってるも言ってないも人の勝手やろそれ何が許されへんねんお前が見らんかっていいだけの話やろがお前がわざわざ見てじゃあブチ切れるのも人の勝手っていうんめちゃくちゃやな言ってること僕らがやることはダメで君がやることは正義なんやそれでじゃあコメント読むのも読まないのもさ僕の勝手やんいちいちケチつけてくんなよ気色悪いなほんま
勝手に見て勝手に消えてるって滑稽すぎるやろ。これは溢れたら、あの古川くんが多分古川くんが、あの窓から飛び降りてしまうかもしれんから、ちょっとあの読まんとくわ。やばいそれって。泣き声わーんとか偽物小屋って、ここはキメラ製造所じゃないですよ。融合使われてるって。もちもち以外うんちまみれなコメラ見たいから煽ってるムーンチはメンバーなれやって、煽ってるムーンチメンバーなれらしいよ。わざわざ注意しに来るって意味わからんよな、ほんまに。よかったな、みんなが優しくて。気に食わないものより好きなものを見た方が2億倍楽しいよって、それは言えてる。でもそれをやっぱ許せない、なんか謎の正義感に駆られて、そういうこういうクソみたいなことをするやつもいるんですわ。あれは本当に猫なのかって。昔やったあの B 級ホラー漫画人面っていうのがあってな、それに出てきそうやな。人面に出てくるさ、まあ人面獣みたいなのがいっぱい出てくんねんけど、人面に出てくる人面獣はマジ気持ち悪いから、それの一種やろな。ルフィも何が嫌いかより何が好きかで自分語れた。あれルフィ言ってないからな、そもそもな。あれコラやし。もちもちくんよかったじゃん、自分が本物だと分かってって。多分分かってないよ、その本物っていうのもどういう意味の本物なんやろって多分理解できてないと思う。ああなるほど、そうやって配信者がリスナーに行ってみんなで笑ってるんですね、終わってますねって。だそれは別にあなたをバカにしてようがバカにしてなかろうが別に一緒っすよ。誰かをバカにしてようがバカにしてなかろうがそういう配信ですから、みんなそうですよ。だってその人のことが好きで、その配信が見たくてみんな見に来てんねんからね。だから君が異常なんですよ。わざわざ見たくもない配信見に来て文句言ってるあなたが異常なんですよね。うん。なんだよ、自己解決してるじゃん。だからそれがプラスに働くかマイナスに働くかの違いだけであって、マイナスに働くんやったらわざわざマイナスに働かないようにすればいいだけの話やから、じゃあ見なくていいよねって話になるやんか。ムーンチと餅に代わって私、元ムーンチ謝ります。コンビニまで配信聞きながら優雅に歩いとってすいませんでしたって。ダウン症行ったのは俺だぞ吉川。その文章を僕が読んだところで怒りの矛先を僕に向けるのは間違いにも程があるんだが、お前はとにかく気に食わない奴に対してイチャモンつけるよう親に教育されたんだな。親も終わってるわ。言われてんぞ。僕に言ってくんなよ。ダウン症って言った人も真っ向からあなたと向き合ってるよちゃんと。お前だけやぞ、なんか僕が悪いとか言って逃げてんの。お前逃げてるな。言ってる人がさ、真っ向勝負してるやんけ。逃げんねんお前。ヘタレが。関係者全員悪い。もうこのコメント欄にいるやつ全員悪いからな。コメントしてなくてもロムってやつも全員悪いぞ。この配信見てる人で悪いぞ。一視聴者が誰かディスったコメントしたら、それ見てて、それ拾って、したやつ全員悪いからな、もう。全員犯人や、もう。それをやめさせるのが、ここの配信のルールでは、ここの配信のルール、梅田ジャパンのルールですか？違います。梅田ジャパンは特にルールなど設けてないんで、みんな書きたいこと書いてます。この配信のルールを勝手に定義し始めたで、もちもちくん。すごいな。え？犯人？って呼んでません。どこにそんなルール書いてるんだよ。俺ルールなんか書いてないやん。概要欄読んでちゃんと。いや僕は概要欄にルールなんていらないと思ってる派なんですよ、どっちかっていうとね。僕が書いてたらそれはおかしいってなるけどな。書いてないから別に。コメントせずにずっと見てた俺も同罪か。同罪やぞ。みんなこのもちもち古川をダウン症とか言ってバカにしてることになってるから気ぃつけ。あらあら、福丸ちゃんお腹空いちゃったので、ね、そろそろご飯にしてあげるわ。あ、呼んでしまった。いや本家やからさ、本家のコメントは読まなあかんやろ。さすがに呼んでしまったわ。ルールとか抜かすんやったらせめてメンバーくらいなりやって。ほんまやな。ルールがどうちゃうとか言ったらメンバーなれよお前。ほんとここのコメント見てると気分悪くなりますねって。じゃあ見るなよ。見るなって。まあ、明日にはお前の存在忘れられてるから、もう見るな、もうお前もう寝とけや。ルールがどうちゃうとか言ったらメンバーなれや。プレメンなれや、お前。なれへんのやろ、どうせ。ごめんって、もちもちにぎって。なんで謝ってんのな。なんで赤の他人が赤の他人のルール勝手に作んだよ。もうめちゃくちゃや、もう。ルールを守って楽しくデュエル、ほんまやで。お前勝手に袖に忍ばしたカードドローすんなよ、お前。バンデットキースみたいなことすんな、お前。グールズに操られた。お前、マリックに操られた、バンデットキースやろ、お前。カシャッとか出してさ、天使の施し使ってお前、山札の上に乗せてお前3枚引くな、お前、バカ誰が。いじられたいだけって、変態方だの。え、僕がメンバーになれば配信のルール守るんですか？さっきまで他の配信バカにした人たちが守るとは思えないんですけどって。いや、異議申し立てるならせめてメンバーになれてただけ。なんでそれをお前が決めるんだよ。お前配信者じゃないやろが。しかもならんやろ、お前メンバーなんかどうせ。メンバー入りたいのかなって。
実はちょっとこの配信面白いと思ったんじゃん。でもなんか輪に入れんくてさ、ちょっと尖った発言しちゃってんじゃん。実は楽しいんやろこの配信。アンチもさ、わざわざ面白くない配信わざわざ見に来てさ、ぐちぐち言ってんやろ。基本的に好きなんや、お前気になってんねんな、ほんまに。これはちょっと無視でいいですね。お金は集まるから、やっぱり持ち丸は金のある猫。確かにな、持ち丸のやっぱポテンシャルはすごいな。相手にされる、そうやな、この配信やったら相手にしてくれるもんな。他の配信でこんなわけわからんこと書いてもすぐ NG にされるもんな。よかったなお前。よかったな、伝説のわっチャンネル人気やんて。わっチャンネルとか僕は久しぶりにコメント拾ったったのにさ、誰も反応せんかったで。あそこまで落ちぶれた人間も珍しい。七志くんはもちまるくんの何がわかるんですかって、なんか名指しされてんで、怒ってはんで。めっちゃもちまるディスしたやろ。片輪なんかってくるタイピング遅いって。もうゴリゴリの差別用語やけどね。リスナーに噛みついてて、もう無差別やね、無差別テロリストやわ。もちもち猫にガチ恋してるのキモいって。ほらキモいとか言われてんで、怒らな。あんたこそもちまるくんとやらの何が分かってるんって。古川はもっと変な発言してお金集めてよ。もちまるは金集まり150% で煽り返してるわ。はあ、寝れなくなりそうな展開、さすがやな古川って。まだいけるか、これを計画してたのかって。サブアカ、サブアカかどうか見れるやん今思ったら。見よう。4月12日に登録。なんかサブアカとも言いづらいね。でも登録して間もないな。サブアカの匂いはするな。なんとも言えんな。確定とは言えへんから。仕込んでたって。ただあれやな、金スパチャで文句言えない古川は持ち丸を理解してないな。それは持ち丸やばいやばい、特殊効果発動してるわ。持ち丸は金を産む猫やから、金を払って意見するべきや。まあでも僕もそう思う。ここまで反応してくれる人もおらんと思うから、この配信をもっとごひいきに。僕は逃げも隠れもしませんかって。で、突してこいよ。突できるんか、じゃあ。直接話そうや。吉川君、突して正義を示すのだって。示してくれや。まともに会話できんのか？いいもんだよって。突したらバカにするのやめてくれんですかって。まずあなたと話し合いましょうよ、普通に。話し合って、あなたの意見に正当性があるんやったら、別に僕の視聴者は僕が言ってるから全部それを、肯定してるわけじゃなくて、普通に一般的に考えて正しいか正しくないかっていうのは、多分まともに判断してると思うんですよね。それであなたが言ってることが、に正当性があるんだったら、みんな絶対そうするべきって言うはずやから、じゃあバカにすんのやめるよってなると思うんやけど。それはあなたが証明すればいいんじゃないの？本当変なやつ来るよねって。まあ、他にやっぱこういう配信がないから、そういう異質な配信を、そのなんか、見て、なんか、文句言いたいんでしょうね、やっぱね。だから、それぐらい僕の配信はちょっと、ある意味個性的というか。まあ、なかなかないと思うよ、こんな配信。何が発端でここまで怒ってるって、なんか、持ち丸日記をバカにされたとか言って、僕はバカにしてないんやけど、視聴者がバカにしてたみたいなことを、バカにしたことをなんか言ったんか、なんかで、まあ、元々はメンバーシップがどちらか。まあ、でも今は持ち丸日記をバカにしたことを怒ってるらしい。僕は言ってないよ。持ち丸日記は別にバカにしてないけど、視聴者が言ったのをわざわざ拾ったから僕も悪い。視聴者が書いたコメントを拾ったら僕も同罪なんだって。読まんくてよかったわ。こんな犯罪者を買ってるって。俺、多頭買いしてるやぞ、俺、犯罪者を。犯罪者の多頭買いしてるんやからな。褒めてくれよ。ちゃんと世話もできてるぞって、そうやな。ちゃんと話し飼いにして、なんか、犯罪者たちなぜかお金を生むからさ、チャリンって。ケツから金出てくんだよな。チャリンって産むから、うまく飼育して、うまくマネタイズしてるよ。古川さんにやられたなーって。古川いなくなったって、トツ来てないもんね、ディスコード。もちもち、ほんと黙れって。めっちゃ怒られてるやん。もちもちにガチ切りしててもいいんだけど。ディスコード準備中って、それは、たくましいな。そんなことは絶対ないと思うけどな。逃げも隠れもしてるって。かかってこいよ、もっと。バチバチやり合おうや。わしは逃げも隠れもしてないぜ。会話デッキ作ってるって。あかんよ。勝手に途中で特殊効果付け足すもん。あかんあかん、それ。電話番号流行ってて、だからディスコードやろ、お前。もういっつも同じやん、もう。いっつもさ、電話番号とか言い出すね、ほんまに。これ、おっさんやん、完全に。電話番号やとお前さらせや。ほんまアホやな。ネットとは何たるか分かってないんですか、ほんとに。みんなこれ言うからね、ほんまに。もちもち、ガラケー説って。最近アカウント作ったやつちゃうんかよ、ほんまに。この流れほんま何回目やねん、マジで。全員そうよな。やっぱ思考回路バグってるやつはさ、みんな同じやわ。うん。電話番号、LINE、Discord わからない流れ。僕が乗っけたらみんなかけてくるでしょ。だから Discord 作れやって言ってるやんけ。Discord 作って俺に直接かけてこいや。話聞けや、お前ほんまに。みんなかけるんって。
俺昔なんかモナチャトに、モナチャトっていうのも死語やな、モナチャトにさらされた電話番号に友達と板電しまくったけどな、ガチ切りしてたわ。かけた瞬間にうえぇー舐めてんじゃねえぜー、おっさんかなんか知らんけどなんか怒ってたわ。ディスコードまで行くのにあと何分かかるんすか、ディスコードわかんないんすか、おっさんの電話番号は需要ありません。ディスコード RTA、 ディスコードってのを入れればかけれるんですやっていっぱいいっぱいかお前、ほんまにそう言うてるが、もう多分今脳みそいっぱいいっぱい、もう活動限界迎えてる。優しくしたってくれ、アホみたいなコメしないで早くディスコードで突しろって、わしの電話番号は需要ないって、さらせやジジイお前、板電してるから羊で。これでガジェットオタクみたいな流れとなる。まあなきにしもあらずやな、ディスコードってそんな地名で。まあでもね、やっぱネットを普段から、まあパソコンかな、まあスマホもでも使えるけど、やっぱ使っててじゃないとわからんのかな。お前にはガラケー女がおるだろって、もちもちの日本語バディってきてるって。バディルとかも多分高尾中学校でももう使われてないやろな。一回中学生に出会ったら聞いてみたいな。僕は逃げないのであなたは逃げないでくださいよ、あとルールは守ってくださいね。だから早くかけろってお前、ディスコード用意しろや普通に。これも一緒やねん、これも全く同じ流れ、わかる？用意せんとまたぐちぐち文句を言い出す。もう何回も見てるからねこれ。頭のアップデートをしましょう、早う突しろやボケとか。もうテンプレいってもディスコード準備中に冷めて忘れられるって。だからこの配信中にかけてこの忘れされるやろ確実に。多動症の方がマシやわとか。ルール云々の話は突したらちゃんと話すからさ、僕は逃げも隠れもしないから、早くかけてこいって。もう女説期待してたのに絶対おじさんじゃんって。あ、女性は突してこいやな、わざと。なんか喉つぶして電話で、でもあいつはもうやらんって言ったからな、俺それは信じてるよ。まあでも突せんかったら分からへんからな、突したらモブしかどうかって分かるけど、ウルトラレアになりえなかったかって。あ、ウルトラレアは出てこないなかなか。コメントをついまったらディスコードの書き方ぐらいググってこいって、はよしてって、はよしてや。登録したんやけど電話番号はって言ってるで。はよしろや、もうもういいって。はよアカウント教えろ、アカウント名シャープ数字4桁教えろや、かけたるから。これガチだったらさすがに引くわって。ディスコードサーバー入れや、名前教えろ、もう名前だけでいいわ、シャープの後のもう数字4桁もいらんわ、こっちから探したる、押せよバディ猫って。いつからおじさん介護配信になったんやって。ここはドコモショップじゃないんだぞボケ猫って。ディスコード入れて電話番号とかもうめちゃくちゃやん。じゃあディスコードの役目は何やねん。はよしろ外事とか、もうあれやな、ストレートな暴言がなんかつぼってまうな。突終わって無言電話で嫌がらせしてくれるって、いやそれは別にブロックできるからいいけど。持丸くんもうちょっと鮮度落ちてきたよ、頑張って。ん？これ突つか？上がってきた。はい、もしもし、ミュートになってますけど。もしもし、もしもし、あ、もしもし、はい、古川です。古川さん？そうですね。はあ、どういうことなんですかさっき言ってたことは。はい、本物かって。でもまあ本物かどうか証明できんよな正直。え、自己紹介だけして何も喋らないんですか。あれ、タイピングと一緒で、返事するのにちょっと脳みその中で再構築するのに時間かかってんですか。え、突したんで。突した、ルールは守ってくださいよ。突したからルールは守れ。僕守るなんて言ってないけど、そもそもそのルールっていうのをまずあなたと議論しなきゃいけないじゃないですか。なんであなたがそのルールを決めるんですかこの配信の。え、だってそうじゃないですか。そうじゃないですか。え、じゃああなたが決めれるんやったら今ここで配信でコメントで言うと誰でも決めれるん。じゃあ何回でももうルール塗り替わるやん。誰がルールになるのそれ。じゃあ結局、いや配信中に他のところをバカにするのはダメだと思うんですよ。他のところをバカにするのはダメだと思う。うん、はい、まあそれは一意見としていいんじゃない。で僕別にバカにしてなかったし、そもそもあんたが来た時バカにしてたコメントを読んだってだけでしょ。それでなんで僕がだからバカにしたことになるのって聞いてるんですよ。え、それあなたが読んだらあなたもバカにしてることになるんじゃないですか。あなたが読んだらあなたもバカにしてることになるの。そうですけど、配信で流れてるわけじゃないですか。あなたの中ででしょそれは。ネットって配信って流れてたらその切り抜きとかによってはそこだけ切り抜かれたらあなたが悪者になったりするわけじゃないですか。そこだけ切り抜かれたら、
ああたまたま呼んだっていうのを切り抜かれたら、はい、まあそうやね。でもそれは別に弁明できるやん、はい、それを信じるか信じないかは分からへんやん、その人次第やん。それを見た人が不快になったりするじゃないですか。それを見た人が不快になったりする。でもそれはそういう悪意のある切り抜きがあったら、それは僕から消してくださいって言えるやん、 YouTube に。てかそんなこと言ってなかったやん、あなた。そもそもなんなん切り抜きって。それは切り抜くやつが悪いやろ、僕が悪いわけじゃないやん。切り抜かれるリスクはあるよ、リスクはあるけど、じゃあなんで僕が悪くなるの。それでリスクがあるだけやん。で切り抜いたやつが悪いやろ、それどう考えても。で違うって僕証明できるやん、生放送のアーカイブ今まで全部残してんねんけど僕。じゃあどういうくだりでその発言をしたのかっていうのをさ見れるやん。今アーカイブメンバー限定で公開してるけど、別に一般的に公開することできるよ、また。それで見たら、じゃあ違うんやなって。梅田ジャパンが一方的にこの配信者をディスったんじゃなくて、それを書かれているコメントを見てそれを読んだだけなんやなって分かるやん。それで別にできますけど僕は。なんで、だんまりなんですか、あなた。大丈夫ですか、また活動限界のお店の再構築入った、また大丈夫ですか大丈夫、本当に考えてんねんね、待ってあげるよ全然、うん、それは別に悪いと思うよ、うん。まともに議論できないと僕はいくらでも待ちますよ。え、切ってんけど。は、逃げた。なんか1分ぐらいなんか黙ってなんか逃げたで。え、なんだこいつ。逃げんなよ、逃げもかかりもしないとか言ったん誰なよ。俺ちゃんと突出たったやんけお前、逃げんなよ。レスは弱いって、もうバトルになってないやん、そもそもバトルになってないよ。明らか向こうがバグってんねんからさ、バトルになってませんよ。勇気の切断って、もう一回かけようかな。ちょっと待って、さっきスパちゃん呼んだ、スパちゃん呼んだ、もう一回かけたろこいつに。オンラインになってるし、脳みそが活動限界やったんかな。ちょ、言い過ぎた僕、脳の容量足りてないやろこいつ。8メガしかないんちゃうか。とっととはめ太郎さん、概要欄から入って見つけろと。あっち系の本物だ、練馬デブニートさん、ありがとうございます。喋り方が学生陰キャ、喋り方からしてひろゆきっつかねって。ひろゆきっつもうちょっとまともに奮闘すると思うけどな。でも言ってることがバグってるからな、最初から。みんな乾杯って確実さんやってます。結局古川の自己ルールで草、お前は人からバカにされる天才なんやなって。七瀬さんだけなんか噛みつかれてたけどね、いきなり。ショットガンシャッフルは脳を痛めるぜって。脳の CPU がオーバーヒートしてるって。なにあいつ堂々と逃げも隠れもしてるじゃないかって。逃げられてんけど、普通に。ちょっと生理的に無理って。逃げ寄った特大ブーメラン持つって。うんちばっちバカにしたの忘れてんからな、いるかって。そもそもバカにしてきたの向こうやんな。うんちばっちバカにしたの許されるんかい。めちゃくちゃやな、もう。弱主義って。古川くんの汚点が一生ネットに残ると思うと哀れ。確かに。泣いちゃったって。無言やったけどな。古川くん泣き声頼むわ。おもんなすぎて寝れんって。十分取れなかったやろ。うんちしに行った。ちょ、もう一回かけてみるか、お前。ちょっとかけるわ、俺もう一回。ここまでやってサブアカの演技だったら、それはそれですごい。まあ、すごいよな。ガチの人やったもんな、喋り声。出らへんわ。逃げたわ、完全に。古川、こんだけ金を生み出してるとこだけは認めたるわ。いや、これは古川のせいという、おかげというよりね、持ち丸補正やと思いますよ。持ち丸は金を生む猫なんやわ。猫は逃げ足が早い。いじったらあかん人やったって。どんなコメントだとしても読まない配信者より読む配信者の方が好かれてる気がする。まあそこは人によるでしょうけどね。僕はなるべく読みたいよ、やっぱコメントは。弱い犬ほどよく吠えるって。猫なんですけどね。通話に出るとは思わんかったけどなって。向こうからかけてきよったからな。持ち丸が最強ってこと、それはそう。またか、またきちげえな猫来たって。猫に花壇荒らされてそうやん、竹江そう。おもろいな。野良猫にさ、花壇荒らされてさ、めっちゃ泣きそうになってるって思ったら、この竹江そう、クソおもろくない。あ、待ったやー、ほんまにもうみたいな。網とか仕掛けたのにみたいなね。ナイスガイだった。もちもち、お疲れ様。困り顔に見えるやろ。もちもちに私のうんちを送って元気にさせたいって。意味がわからんから、マジで。実はサブアカでしたってなったら尊敬するって。サブアカないと白状しろや、今。多分違うと思うけどな、僕は。どうなるな。僕の体感では、まあ、ガチ7割、サブアカ3割ぐらい、正直。マジな話な。リアルなとこつくとそんぐらい。僕の感覚としては。こんなやつおるんかな、ほんまにこんなバグったやつ。持ち丸という存在を。もちもち古川さん、プレミアムメンバー。ナイスメンバー。ちょっと待って、これ。偽物やろ、どうせこれ。同じアカウントじゃないでしょ。え？
突してメンバーにもなって同じ土俵に上がったんですから、ルールは守ってくださいよ。一応これも確認しておこう。これも本人かどうか。本人やった。いやと思うんやん、こんなんもう。これはウルレアではあって、モブシでもないし、アイドルオタクでもないよな。俺ならモチマルを二度とバカにされないように、モチマルという存在をこの世から抹消させるけどな。言った瞬間にその下に湧いたやん。もう抹消はできんってことや。ちゃんまとさん、僕をプレミアにした恩人ありがとうって。こちらこそありがとう。本物だー、怖っ。どの意味の本物やねん。わけがわからないよって。これ誰なんやろな。正体明かす気あんのかな。もはやキモいって。でさっきのも演技やったってこと。福田の正体かって。福田の正体は出てこんと思うけどな。1年以上いるもんだって。古川占領役者すごいな、ほんとに。さっきはうんちバカにしてたのにって、今日は神回って。今日は神回やな。久々に恐怖を覚えたって。本人まだおらんのかな。誰なんですか、あなたは。正体明かす気ないんすか。結果、自分の意見や考え方を譲らない配信好きな一人の人間。いや、それも全部演技なんじゃないですかね。要はモブシ並みに演じきったってことでは。ここまでするのファンだろって。いや、みんななんかその、どこにその疑念を抱いてんのか、ちょっとなんかずれてないか。これサブアカでしょ、完全に。だからモブシと一緒で、配信を沸かせるために演じきったやつじゃないの。僕に DM 送ってくれよって。 DM 送ってくれよ。プレメン限定でここだけの話で晒すわ。うんちをバカにするのはね、世間は許してくれやせんよ。なんすか。それは許せないと思います。これてめえらバカがやってのが大輝ですね。もうメイドって言ったら、まあ秋葉のアイドルみたいなもんですから、それはね、ちょっと世間は許してくれやせんよ。犯人はムツカイトって。サブなら誰か言ってくれ、普通に怖いんだよって。サブアカラシもクオリティが上がってきたなって。この YMD はどっちやねん。本物や。これ多分な、YMD さんや。これ多分 YMD さんや。なんだ、やっぱ YMD か、犯人は。YMD の声初めて聞いたわ。お前か。ムツカイト湧いてこんでいって。カイトとかなんだこの、わけのわからんサムネは。こんな見たことないって、こんなサムネ。YMD やんけ、これ。とうとう YMD さんの声があらわになったんか。そういうことやろ、だって。このタイミングで湧くか。また YMD かって。YMD やろ、犯人。相変わらず、キモいことするよなって。釣られて怒ってるやん、ジジイも。YMD さん、正直行きましたって。YMD、久しぶりに大金星行ったな、これ。これは言い逃れできないって。ガチ YMD って、今スパチャしたのはガチの YMD やで。まあ、皆さんの懸念材料としては、僕がもしかしたら嘘を言ってるかもしれんな。いや、僕はほんまやで。嘘はついてないよ。そこ嘘つく意味ないからね、今。YMD さんが持ち丸宣伝って。YMD さん持ち丸とか絶対興味ないやろ。ちょ、正体気になるやん。YMD さんだったってことでいいのか、これ。過去一ドン引きしたって。YMD さんの勝利やな。大手子さんにキモいとか言っちゃったの反省します。取り消しはしませんって。キモいのはキモいと。本当のことを言うと、さっきのはわしじゃないでって。わからんよ、もうそれ。それはそれで逆に怖いんよな。わからへんからね。そう、証明ができんねんて。いやー、これ、そのまま、鵜呑みにしちゃいかんやろ。このタイミングで湧くのおかしないか？ただ、YMD さんはいくら釣りをやるとは言えども、やっぱ、声出してわざわざ凸までするかなっていうのはちょっと確かに疑問ではあるよな。常人にあれは演技ができなくないって。でもプレメンになってるし、スパチャもしてるやん。おかしいやん。ルールは守ってくださいねとか、スパチャするわけないやん、普通。この配信の今までの流れを見たら明らかにサブアカの犯行なんやろ。ガチのもの、もしかして。まだガチのもの説を消してはいけない、これ。サブアカじゃないってところもまで推理せなあかん。その可能性はもう僕、今となってはもう 0.5% ぐらいないけど、正味。こんなことあってたまるかよ、もう。絶対そんな、今までのもこれ経験則に基づいて言ってるけどさ、こんなやつがスパチャとかメンバーとか絶対せんって。そんな文句言ってくるやつだけ。真実が知りたいって。俺も知りたいよ。DM 送ってこいよ、正体。売ってきてくれ、頼むから。 YMD が栽培した栽培マンなのかって。植物園からあんなもんがなったのか。気になりすぎて寝れないって。まあ正体、もし万が一正体を明かしてくれたとしても、僕はプレメン限定でしか公開しないね。ここで公には言わない。これでスパチャまでしてたらヤバすぎて。スパチャしてたよ、さっき。今コメント欄にいない時点でサブアカ、まあ確かにそうなるよな、普通に。いや、わからんで。辻ちゃんアンチは金を払ってまでアンチしてるって。辻ちゃんって誰。辻のぞみ。そうなん。もちもちとつからロムおじさんを見かけない。はぁ、ロムおじさん初めてのとつ？メンバーではない人たちが僕をバカにしてますって。
え？何を言ってんのこの人、これ本人かこれ、本人やなこれ本人が何か言ってんで、まだメンバーじゃない人たちが僕をバカにしてますやって。あ、なるほど、メンバーマウント取られてて、メンバーじゃない人ガチのものかこれ。この煽り文句どっかで聞いたことあるなって。半年ロムレおじさんいるやんここに、違うんじゃないの。発言がサバーが臭い、これはもう怪しいやな。メンバーじゃない人バカにすんなってよ、怒ってんで。バブアカじゃねえかって。メンバーマウントを取れるってことは割と配信見てるやつだろって、集金する流れでしょって。やってんな、誰やねんほんまに。名乗れや、ここまでやってんやったら名乗ろうや。さすがに名乗って悪いことはないやん。集金したいんやろこの配信で。まあ、集金しても金は僕に入るんやけどさ、最高に集金できんで正体明かしたら。3年もメンバーやってるのにメンバーにバカにされまくりますって。まだあなたの疑いは晴れてませんからね。ルールは守ってくださいね、ここのルールでしょって。もう確認せんでも本人やなこれ、誰か確認しといても多分本人やと思うから。もうサブアカもわかんやろ、もちもち古川の。福田和子イコール古川イコールロムおじさんイコール YMD。 いやー、それは僕多分全員別人やと思うんですけどね、そこは。いやでも YMD さん200円でもちもち古川250円だよな、別端末。しかもこの速さ違うんじゃないの、この速さは違うのでは。さすがに YMD はオイラと同じ名字だからきっとバカにされてるんだしょ、あははは。スパチャでコメントしてる時点で YMD か。やっぱアタオカもいるやん。だからアタオカイコール、いや僕の中ではこれは多分揺るがない、アタオカイコール福田和子イコールオッパブルエスコバルとかウサマ、オサマランビンビンラディンとか、そこら辺の犯罪者は同一人物。木島は別人、福田和子とはね、これはもう証明されている。木島もおるやん、ディープウェブ版やから誰が作ったアカウントか知らんけど。 YMD さんのサブアカは分からへんわ。眠りの心が福田和子系列と別人なのかどうかなのかはちょっと僕分からへんねんな、そこは。結論全員犯人って、まあそうなんやけど、全部持ち丸のサブアカだよって。持ち丸が本アカはやばいやろ。ロムおじと福田ともちもちと眠り全部違うなら誰やねん、夜も眠れないって。福田と眠りは同一人物やと思うけどな。で、福田和子とロムおじは絶対別人やと思う。これは違うね、やっぱ現れるタイミングが違う。これはもう体感やけどな、全然違うから違うと思う。で、ロムおじと福田のどちらかがもちもち、気にしもあらずやな、それは。これが本当にわしやったらサブアカ暴露してもいいレベルやって。でもそれを証明する手立てがないからな。YMD さんが本アカでさ、ディスコードに突してくれるんやったら証明できるけど、とりあえず。父家の無言スパチャやめろって、もう。別人やろ多分、違うんかな。このチャンネル登場人物多すぎやろって。初心者の人はね、ちょこちょこ覚えてったらいいから。いきなり全部覚えようとしたら頭パンクして崩壊するからな。ロモジはいつもいるけど、そう、福田和子はいつもおらんねんよ、たまにしかおらん。福田和子は意外とね、休みの日に来てるから多分普段は真面目に働いてると思う。コナンでさえ頭抱えてうなる。この迷宮入り事件を解いてくれよ。失礼ね、私は200円でも投げれるわよって。まあそもそもディープウェブの木島とあなたが同一人物かどうかわかりませんけど、証明できないですよね。わしは AI サムネ軍団を率いてだけやで、半年ロムリ終わったらドネートするわって。半年ロムリおじさんな、僕が今、ナナシさんじゃないのであれば、僕が今怪しいなって思ってるのは、アナルアナルガバとシリハのマキワオ。この二人はマジ怪しい。だってやりそうやもん。で、小林小馬尾さんは多分やらんと思うねんな。そこら辺がまあ怪しかったが、もう今僕の中では2人やな、そこの2人やと思ってる正直。木島のやつ誰も翻訳せんのかわいそすぎやろ。トツの下りでロムおじ説疑われてたって。まあやっぱ普段いる人は疑われるよ、普段いてスパチャしてる人は疑われる。マスミもいるし、犯罪者湧きすぎやろって。冷静に考えてやばいよな、本当に冷静に考えてやばいよ。スターリンもいるしね。スターリンとかもうこれ隠す気がないもんな。これ違うんかな、やっぱオッパブロエスコバルとかとは違うんかね、別人かね。本名やもん、だってまだオサマランビンビンラディンとかやったらわかるけどさ、これ本名やからな。人多すぎるってこんな配信なかなかないよ。犯罪者が湧くってなんだよって、そもそも論やな。これ嵐やからね、普通にやってること。ムハンマドビンビンラディンって誰やねん、もう兄弟。なんでわしは疑われるんやって。現れたタイミングおかしいやろ、狙ったからに現れたやん、疑われて当然やろんな。オサマランビンビンラディンもいるで、だから一緒やってこれ。ムハンマドビンビンラディンもスターリンも一緒じゃん、林真須美も一緒かな。そいつ偽物やって、あ、ほんまや普通にサムネ見てなかったわ、ごめん。もう YMD 本人やと思って、普通にコメントしても流れないからスパチャで喋ってますって。
NG されたらスパちゃんもできないんだよバカだれお前嘘つくなお前もちもち古川嘘つきやなこいつアルバートフィッシュホルポトなんか昔作ってさ1回だけしか出てきないアカウントとか覚えてないからなもうホルポトとか覚えてるけどさスマブララミの参戦率ってラジオイミフロバート・ムガベ来たこれだから全部福田和子と同一人物やってこれスマブラ80体以上おるってもう今日80体ぐらい湧いたんじゃないの丸々参戦シーズン切り切り作ったら伸びるかもなぁ配信に現れたヤバいやつランキングみたいなね紅林朝雄も同一人物確実においタルタルお前に発言権はないぞって帰れやもちもちって怒られてんですバチャでなんかしんけどこれは読めない登山家馬食懐かしいなこれ全部同一人物やから眠り来たであれ馬食のタイミングで眠りが来るってことはいやこれ眠りやっぱ YMD かなこのタイミングは YMD ちゃう眠りの心じゃあ俺がやっぱ思ってたあれか福田和子系列と違うんやわ眠りはロスイルミナロス教団宣伝担当古川の正体が分からなくて粘膜がズキズキします。梅田さん何とかしてください。ババアのアワビの泣きぼくろ無限出血編。これはお年を召した方の犯行だと思います、僕は。インパール外人、牟田口蓮也。福田和子系列とか言ってるけどさ、もう牟田口とかスターリンとかおるしな、もう系列も何もって感じだけど。なんで毎回俺は眠りに疑われてるんって。実は七瀬さんがやったりとかあえて自分を指名して自分を犯人じゃないと思わせるよくある手段ですよそれは参戦シューズ作らせるためにやってんの俺切り抜きの人大変やん陰毛タクトとかね必ず和子から入るから分かりやすいってもう自白してんのと一緒やなとっととはめたろハミングアウトまだってちょっとほんま気になるわマジでハミングアウトしようや誰でもいいぞ今まだ誰も正体を知らないアカウントちょっと自白しようや誰かグリゴリーラスプーチンチン母を訪ねてみこすりファン岩木理恵服部京太の女影ちゃんはやばいもうベクトルがもう無法地帯になってるもう今までのが無法地帯じゃないんですかっていうツッコミ入りそうやけど無法地帯になってるわプロ童貞卒業アドバイザー富田かねすごいで120円と100円が入り乱れてる多分別人がいるんやろねやばいことになってるよこれ初見さんとかわけわからんってもういきなり入ってこの配信面白いって直感で思う人だけが生き残ってくれればいいよ僕は4連続青スパチャで埋め尽くされたこんだけいても正体が 4,5 人だけもっといると思うけどな柴田理恵かっこいいとかもう何でもありやもう DJ かなえとかもう何でもありプラズマペットボトルリッキー坂下店頭ハリートルーマンコもう何でもありもう寝ようとしたらすごいことなんでなんか無法地帯になったわここまで来るとさすがにやっぱ無法地帯やなって思わされるよね、うん、オールスターやなオールスター参戦やここまで来るとないつも流れたあーはいはいはいって感じだけどここまで来るともうちょっとベクトルがえげつないことにあーっすスパチャボーイ山口これ全部おっぺけムッキーの犯行でさ僕から借りパクしてた10万を返してくれてるとかっておもろいな利子付きで木島店員の殺人は怖くないおちんぽソムリエレイコもうやばいわ世界の終わり一歩手前みたいな集結率こんなに名前の種類があるそうやでこんだけアカウントを保持してんのがすごいやろゴミアカウントの多頭買いしてるからなみんなもうめちゃくちゃだよ早く収集つけてくれよ前儀の味方カウパーマン110円とかも煽ってるような完全にサダム・フセインコチツニートまで来たわ元気にしてたかにチツニートだにほんとこの配信終わってますね二度と来ませんそれじゃあってああなんでプレメになったんだじゃあもうバグりすぎやって塩をかける少女って時かけは面白かったマジであれはいい映画ややばい奴らが大量に出ちまったすまん汁我慢汁つい出ちゃったんだすまん汁 Hey guys モンモンスターズジョン AV 元気があれば何でもできる元気があればルフィのフィギュアにおしっこもかけれるスカルファッカー強国まで来たよやっぱ京極さんと福田和子も一緒なんかなタイレルも来ためちゃくちゃやもう大放出祭りやおかん懐かしいおかんスパンキングおかん懐かしいわ調子どうさすがゴールデンウィークなだけあるわってソウさんは誰やねんマジで知らんっつーの今日って何かの記念日って今日なんもないよバイオ4のセーブデータ俺作り直しとっただけやでただ
まるで供養やなって。これからも活躍してくれるでしょ。すごいよね。過去一かと言われたらまあそうじゃないけどな。まあでもベスト10には入るんじゃない、このアレっぷり。アナルファッカー強国。これはちょっと DM が送られてきたんやけど、これはちょっとどうしたらいいんやろな。 DM が送られてきました。はあ、ここだけの話にもちもち古川の正体さらします。もちもち古川の正体を知りたい人はプレメになろう。あのね、これはマジな話すると 100% 誰も予想できないよ。本当にもちもち古川の正体は絶対に誰も予想できない。絶対に予想できんよ。これはね、言い切るわ。 150% いや 280% 誰も予想できんわ。もちもち古川の正体はほんまにこれは無理やと思うで。絶対お手上げですって無理やな。マジでエンターテイナー。これちゃんと裏取ってるから、大丈夫。照明はできてるから大丈夫よ。プレメンへどうぞってクソ煽ってるやんけ。マジで気になるけど貧民なんだよな。まあいつでもいいよ、残ってるから。今ならなきゃいけないわけじゃないよ。別に1ヶ月後でも半年後でも1年後でもなったらその時に正体は知れる。負けたよ古川。これみんな負けたやろ。完全敗北やな。これはクオリティ高すぎるって。そうやな、モブ C 以上これはガチモン。あの流れからサブアカだったということだけは覚えておく。あ、それはそうやで。それだけは言ってあげるわ。サブアカやし、あともう一個じゃあみんなに言うと、プレメン以外の人に言うと、あの YMD さんではないです。これは言い切っとこう。ほんまに YMD さんじゃない。これは違う、ガチで。つまりこの名探偵の勝利ということでいいんですねって。じゃあそれも言い切っとくわ。ナナシさんでもないです。はい、違います。みんな正体を考察したときに一回も名前上がらんかったからね。いや、一人言ってたよって。嘘、俺コメント見てなかったわ。一人言ってたらしいよ。コメントを遡ればヒントがあるぞ、そこに。一人言ってたらしい。一人ということは一回、いや一人が複数回発言してる可能性もある。わからんな。とはいえサイコパス、まあそれは俺褒め言葉としてあえて言おうか。サイコパスっていうのはな、モブ氏のサイコパスとかも褒め言葉やからな。ねぶり、お前何もしてないやんけ。伊藤容疑者氏してあげてあげて、クレバヤシ浅尾に解明しろって。クレバヤシ冤罪王に解明せなかったな。言えることは配信を盛り上げてくれてありがとう。もそうやな、まあ、でもこういう人らは多重人格者かもしれんね。本当にやっぱすごい人らいるな。モブ氏にしろ、アイドルオタクにしろ、古川にしろ。わしもそろそろサブアカ増やすかなって。増やすってねぶりやろ、知ってんねんからな。違うで、とりあえずサブアカ12人おるけどって。まさか福田和子じゃないよな。ねぶり誰やねんほんまに。トラックレカ止まるわって。サブアカ12人おったらやばいな。こんな配信他にないわって。でしょ、僕もそう思うよ。やってて楽しい。ネタバレをすると笑いこらえるのに必死で喋れんかったらしいで。もうバグってるな。こんだけ食予報で消していっても候補がまだまだ残ってる。確かにモブ氏、アイドルオタク、古川、三原神やな今これ。この三原神を超える挑戦誰かしてくれや。すぐに正体明かしてプロ意識が足りないわ。こいつ1年以上潜伏してるからな。古川さんは実際持ち丸好きなんですかって。なわけあるか。今日は古川劇場やったのとほんまに